お元気ですか、ボクシュミです。今日は2023プロ野球チップス第1弾開封動画第13回目ね、やっていきたいと思います。まあ、今度こそね、ラッキーカードね、引きたいと思います。もちろんね、白サインカードもね、狙っていきたいとも思っております。それでは早速ね、やりたいと思います。第13回目のね、一袋目でございます。おっと、すいません、埼玉西武ライオンズの外崎修太、内野手でございます。読売ダイアンツの丸義弘、外野手でございます。続けて、2袋目いきたいと思います。オリックスバファローズの平野佳寿投手でございます。新人王の読売ダイアンツ大勢投手でございます。3袋目でございます。ヤクルトスワローズの高橋奎二投手でございます。広島東洋カープの栗林良治投手でございます。4袋目でございます。スターカードが出ましたね。おっと、白サインが出ましたね。阪神タイガースの佐藤輝明、内野手の白サインカードでございます。で、新人王の読売ダイアンツ大勢投手でございます。はい、次で、5袋目いきたいと思います。阪神タイガースの梅野龍太郎星でございます。楽天イーグルスの小深田博人内野手でございます。6袋目でございます。ソフトバンクホークスの藤井康也投手でございます。で、スターカード出ますね。楽天イーグルスの則本貴弘投手のスターカード、キラカードでございます。7袋目でございます。横浜 DeNA ベイスターズの浜口晴弘投手でございます。で、楽天イーグルスの辰巳涼介外野手でございます。8袋目でございます。チェックリストですね。日本選手最多となるシーズン56号本塁打を放ったヤクルト村上選手のカードでございます。で、日本ハムファイターズのコジーポンセ投手でございます。9袋目でございます。ヤクルトスワローズの長岡秀樹内野手でございます。千葉ロッテマリーンズの中村翔吾内野手でございます。で、ラストの10袋目でございます。
日本ハムファイターズの上川端大吾内野手でございます。そして最後は埼玉西武ライオンズの愛と外野手でございます。以上で2023プロ野球チップス第1弾の開封動画第13回目を終わりたいと思います。今回は白サインカードが1枚と、キラカードね、1枚という結果でございました。もうそろそろね、ラッキーカードも引きたいなと思ってますのでね、あと1回だけねやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まあ運が良ければね2回3回もねやっていきたいと思ってもいます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。